はい、では行きましょう。約数と倍数の求め方ですね。ここではどういう問題をやるかというと、見てみてください。こんな感じです。でもこれを見て分かる通りね、多くの人にとってはやっぱりここの解説動画も必要じゃないっていう方も多いかと思いますね。まあまあすごい基本的な数学、算数の問題ですもんね。ただ意外とこう生徒さんと授業とかしてたらね、なんか、あ、約数そんな感じで思いついたまま書き出して求めるんやっていうようなこともちょいちょいあるんですね。でまあそれは習ったことないから仕方がないかもしれないんですけれども、まあ思いついたままこの6の約数とかやったらそれでもいいんですけども、210の約数とか思いついたままこんだけ漏れなく重複なく探せるかなっていうと、きっとそれは難しいと思うんでね。もしこの約数の求め方とかそういう基本的なとこなんですけれども、まあその漏れなく重複なく探す方法とかを知らない場合はね、ここの動画一度ぐらいはしっかり見といた方がいいかなと思います。でもう一度基礎を確認したいんですけれども、約数って何やったかなっていうと、約数っていうのはその整数を割り切れる数のことですよね。だからもし6の約数はって言われたら、6の約数って何がありますかねっていうと、6を割り切れる数を探したらいいんで、1もやし、2もやし、3もやし、6もやしとっていう風になるんですね。もし4やったら、これ 6÷4 は 1.5 とかなって割り切れないからダメだとか、そういう風に考えるんですね。でここで一つ忘れたらダメなのがここです。負の数にも注意ということで、6の約数、正の約数って言われたらこれでいいんですけれども、6の約数とだけ言われたらこういう風に負のバージョンっていうのも入ってくるんでね、そこは間違えないように気をつけたいところです。でだから括弧1でもし間違えた人がいるとしたら、そういう方が多かったかもしれないですね。正の約数と勝手に思い込んじゃって、こっちだけ答えてマイナスの方を答えてなかったっていう人も多いかもしれません。ぜひぜひ注意してください。で約数を見つけるにはとにかくこれですねごめんなさい、何かかけるなんか、ほにゃかけるほにゃの形にしたらいいんだよと。例えば6っていうと、6は1かける6、2×3、その次に思いつくのは 3×2 ですね。こういう風にこっちちっちゃい方順番に書いていって、それが同じ登場人物になったらそこで打ち切り、打ち止めで、ここに出てきた登場人物全部が約数になるよと。これが約数を求めるのに漏れなく重複なく探す簡単なやり方の一つかと思います。6イコール何かける何、何かける何っていうのをこのちっちゃい方から考えていって、かぶった時点で終わりで、そこまでの登場人物全部っていうやり方ですね。これをやれば漏れなく重複なく数えられるかと思います。だからね、この210みたいな時はこのやり方が本当にね、役立つかなと思います。ということでこの流れでまずもう括弧1、ね、約数の問題すべて見ときましょうか。1番、10の約数をすべて答えようと。まあ注意点の一つとしてはやっぱり負の数ですが、これを漏れなく重複なく数えようと思ったら、やはり先ほどやったように10イコール1かける10、2かける5、3無理だ、4無理だ、5かける2、あ、また同じの出てきた。ここで打ち止めですね。で、これに出てきた登場人物全部なんで、1、2、5、10。で、1、2、5、10。それのマイナスバージョンも含めて書くと。こういうやり方がいいかなと思います。36でも同様ですね。2番の36でも、1かける36、2かける18、3かける12、4かける9、多い、結構あるなと。5無理で、6かける6。あ、登場人物全部出てきたから、ね。ここにあるやつ全部です。1,2,3,4,6。かぶっていうのは無視して、9,12,18,36。で、ね、書き出して。あと、それのマイナスバージョンも書けば終わり。っていう流れですね。で、その次3番210。これが癖もんですよね。めっちゃあると。210は 1×210、2×105、3×70。結構いけますね。4はこれ無理ですね。210÷4 が、5で20の10で 52.5 かになるんで、4は無理だと。でも5がいけて 5×42 ですね。で6でもいけると、7でもいける、8は無理ですね。で9も無理だとっていう風にしてやっていくと、 10×21、 11はどう、12はどう、無理だな、13は、14はってやっていってもいいですし、まあその次にいけそうなね、15をやると、例えば 210÷15 はね、14と出ていくんで、 14×15 と、まあこの11、12、13あたりがなんとなく無理やっていうのはわかると思うんですね。あとは14、15を調べるんですけど、もしかしたら先に15を思いついてね、こうやってそこから14
が出てきた人もいるかと思います。もちろん14が先に出てね、15行った人もいるかと思いますけども、とにかくこういう風にしてこの漏れなく重複なく探すとね、そしてここに出てきた登場人物全部が訳数になると。だから3はこんなに答えあるんです ね、意外とこんなに多くなるとはっていう感じでね、マイナスバージョンもつけるとこんだけになります。以上がね、訳数の求め方でした。 OK でしょうか。じゃあ倍数の方も見ときましょう。倍数っていうのは何かっていうと、その整数に何かをかけた数のことです。だから実はすごい簡単なんですね。6の倍数ゆえって言われたら、6に1かけたら6、6に2かけたら12、6に3かけたら18、6に4かけたら24とかね、6に100かけたら600とか、もう本当にたくさんあるんですね。で、まあ注意点としては0や負の数に注意と。6に0かけた0とか、6にマイナス3かけたマイナス18とか、6にね、マイナス200をかけたマイナス1200とか、これらもすべて6の倍数になるんですね。そこだけが注意点かなと思います。0とか負の数もなんか忘れがちになると。ついついね、6、12、18、24、30とか、そういう正だけかなと思いそうになるんですけれども、ここも注意したいところです。だからね、過去に次の倍数をすべて書き出そう。丸1、5の正の倍数を小さいものから5個と、まあ、こういうふうに明らかにアピールされたらね、多分間違いないと思います。ね、もうこれだけですよね。まあ、しっかり考えるとしたら、5×1、5×2、5×3、5×4、5×5 っていうふうに考えますよね。まあでも、こんなね、しっかり考えても、もうパッと出た人も多いかと思います。4の負の倍数かって、同じように、4、8、12、16、20、×1、×2、×3、×4、×5 を考えて、それに全部マイナスつけていった。それで答えで OK ですよね。負の倍数を大きいものから5個って書いてますけども、もうここはクリアできてますよね。前回の動画でも何回もやりましたけども、負の数っていうのは、数直線書けば分かる通り、こっちに行けば行くほど大きくなるんで、マイナス4とマイナス2を比べた場合、こっちの方がでかいんですね。だからこの大きいものから5個って言われても、マイナス4が一番大きいと。マイナス4、マイナス8、マイナス12、マイナス16、マイナス20っていう風になるんですね。OK でしょうか。まあこれも先のように考えてもいいですし、5×マイナス1、5×マイナス2、5×マイナス3って考えていってもいいです。いろんなやり方はありますね。この答えにね、たどり着けたでしょうか。あ、ごめんなさい。これ 5×じゃないです。ごめんなさい。4×です。申し訳ないです。4×マイナス5でマイナス20になると。ね。はい。ということで、ここでは訳数と倍数の求め方やりましたけれども、理解できましたでしょうかね。ここもね、何気に知っとかな。ね。こういうの知っとかな。結構大変な時もあるんで、逆に知っておくと便利なんでね。こういう知識を再確認できたらいいかなと思います。あとは自分でもノーヒントでできるように類題見つけて、しっかり練習しておきましょう。